作中で倒壊した東京タワー東京マグニチュード8.0は2009年7月10日から9月18日までフジテレビのノタミナワ枠で放送された日本のテレビアニメであるキャッチコピーは家族に会いたいと初めて思ったノタミナワ枠では前作東のエデンに次いで2作目となるオリジナルストーリーアニメであり共同制作の一社である キネマシトラスにとって初の30分枠かつ民放で放送された作品でもある。防災、危機管理の視点も持ち合わせている内容で巨大地震が発生し大きな被害を受けた東京を舞台に一人の少女を中心とした被災者の目線で物語が進んでいく。第1話ではノイタミナ作品の初回平均視聴率としては最高の5.8%を記録した。 その後は、防災イベントや BS、富士などの一部放送局で、総集編が断続的に公開され、CS 放送では、シリーズ全話が再放送されている。2010年5月には、TV 版をもとに脚色を加えた小説が発売された。平成21年度文化庁、メディア芸術祭アニメーション部門において、優秀賞を受賞。 2012年7月21日土曜日夏休み初日中学1年生の小野沢未来は弟の勇気のお守りとして一緒に東京のお台場へロボット店を見に来ていた最近何かとイライラしていた未来はこんな世界壊れちゃえばいいのにとインターネットに書き込むその時東京湾北部を震源とする 最大震度7の直下型大地震が発生し、誰もが経験したことのない激しい揺れが東京を襲った。作品内では、レインボーブリッジの崩壊、東京タワー倒壊など、東京が大きな被害を受けている中、未来と勇気は、お台場で出会ったバイク便ライダー草壁マリと共に、自宅のある世田谷へと歩みを進める。フィルムコミック最終ページに詳しい解説がある。 富士テレビ日本科学未来館テレビシリーズ本編に先駆けて放送された特別番組でタイトルは常識に惑わされるな大地震生き残れ SP 東京マグニチュード8.0ナビゲーターはアナウンサーの滝川クリステルテレビシリーズ終了後それを再編集した総集編がたびたび放送されているありがとうございます